に到達されたのが大体、何日頃ですか、先生が、というのは。そこに書いてござ違いいまますね、すはが、い。12月の10、12月の、これはシャーナが何章を、どれでいいのかな、これは。これで言います。南京城内というのはこれ16日書いてありますけれど、これでも麒麟門というのは上あ、麒それは法令使用書のあったそうとこですですね。ね。そうするどうぞ、いとや、もっと知らずです。10日からですよね、大体本当の戦闘が始まったのは。戦闘が1010日から始まっておりまして、で私らは南京の戦闘は全然知りませんので、なるほど。でこの、16日の日ですね、これ南京城内、私が入ったんです。16日ですね。はい。はい。といそうこれとは、から、まあ、6日後、まあ、13日に大体落ちてますから、3日後ぐらいですそうでね。す。はい。はい。ということでそれすからね。17日が入場式ですか、松井閣下の、ね、入司場式令官ですの、ね。それから18日が慰霊祭になっております。でそれは私らの部隊も代表で何出席いたしております。でその上麒麟門にいた時に京都の今丸君が学会法に東中野先生の聞き取りで発表しておりますが、捕虜収容所の、いわゆる、何の衛兵ですか、あれにうちの部隊から15名護衛にいたわけです。なるほど。どうですか、じゃあそこのところの南京の到着からちょっとお話を伺いたいんですけども、まずこれは飛翔体として馬と、荷車というかですね、そういうものと、一緒に、行ったんですけども、もうそうすると、南京の、郊外からどんな印象をお持ちになってました？で、途中ですね、私ら住民を見るっていうことは私はなかったと思うんですわ。私の9ミリ班にも供養の写真が一部残っておりますけど、あそこで会うたんは日本軍の水兵さんの姿が一人写っとるだけやったと思うんですわ。なるほど。ということは、例えば南京が見えてきたというかですね、その時はあまりもう住民とかそういうものは見えなかったと、まず郊外っていうかですね。私が入った時はもうね、全部難民区へ20万ですか、収容された後でございますから、私が入場の時に中国の何も民間人中のを見たことはございなませかっん。た。そうすると、大体6日からの17日ですよね、その辺で大体行った時も、その時にはもうほとんど民間人は見なかったということですね。私らは見ておりません。で、3日後ということなんですけども、どんなじょ、あの印象でした、その入った時は。そうですね、おそらく戦闘の後が外に何しとるやろうと思ったんですけど、敵の死骸なんてな私ら一人も見たことありませんし、私らの中座門から入ったんですけど、あれから入りまして、もうすぐに中山も入ってしばらく行くと何が軍艦学校っていうのがございます。そこへ収まり、飛翔体全部そこへ入ったんです。で軍艦学校の何もパノラマも8ミリ映してございますけどな、そこから弊社の真後ろに紫金山がずっと紫金電山が見えるわけですけど。平和なもんでございますね。3日後ですね、それが大体16日ですね。16日に。そうするとですね、我々も記録で見るとですね、激しい戦闘があったってことは、日本軍も蒋介石軍もですね、言ってるわけですけれども、現実に言うと、光化門とですね、中山門が破壊されたと、ある程度、それ以外はほとんどあんまりっていうような感じになって、記述もあるんですけども、お入りになってですね、南京城内にどんな感じでした、その破壊の様子というのは。そうですね、私は中座門でございましたけど、随分あれ分厚い壁でございますんでね、
市場は破壊されたんだろうと思いますけど、はい、そういう跡は見えたですけど、はい、それがまるきり縄文が飛んでしまったとか、そういう瓦礫の山とかそういう感じじゃなかったんですか？全然ございません。はい、よくまあ有名な、日本軍がこう壁を登ってですね、最後万歳をやるですね、フィルムがありますけれども、まあ、あのぐらいのとこですか一番。まあそうやと思いますね。はい、それとそのやっぱり非常に大事なことなんですけれども、皆さんが伺った時にその3日後ってことなんですけども、兵士の死体とかですね、そういうあるいは民間人の死体とかいうのはそのあんまりというかほとんど見なかったわけですか？私は日本軍のも志願兵のも全然、全然見ておりません。あ、はい、じゃあ日本の兵隊も、まあ、シナの兵隊も死体はその16日の時点では見なかった、はい、見て私は見ておりません、はい、どうですかこの南京城内っていうのは皆さんも知らない方もいらっしゃると思うんでですね、城内っていうのはどういうイメージなんですか？その、まあ、ちょっとご説明いただけると。結局あそこに写真ございますけど、あるいは玄武門の円形玄武庫から写した向こうが、はい、玄武門の上高い左の方にちょっと高いのございますね。ちょっと見させて、はい、ちょっとみんなに見ていただきましょう。こういうことですね。この高いところはいわゆる玄武門の上辺でございます。それ で,、ね、はい、でその低いのはずっと玄武門から南の方へ北の方へ眺めたところです。はい、それで前に映ったのがこれは玄武湖湖でございます。あ、湖ですね。これは全部今蓮池ですかね。はい、ね、これはその後私が4回、はい、中国行っておりますんで、その時に写した写真でございまして、はいはい、まあそうすると、はい、大体まあ広さまあいろいろ図とかあれはあるんですけども、はい、例えばまあ一番よく言われてるのは30万人殺したということを言われてるわけですね。私らが入った時はもうすでに難民区全住民全部収容されておりまして、はいはい、そんな街の中をうろついとる中国人なんて一人もおりません。おりなかったですね。少なくとも城内にもそういうのはいなかったってことですね。はい、それでね、その私らが入場して、まあ、45日間おって、はいはい、あれ入ってからそうですね1週間か10日目ぐらいにぼつぼつ、はい、いわゆる商人ですね、はい、それが店出したりいろいろ。ずいぶん早く一番早うできたんが、出てきたんが、はい、この時計部屋。時計屋当時はね、はい、時計のガラスが今みたいな耐久性のガラスじゃないんですよ。はいはい、それでも時期に割れて私らもスペア持っておったんですけど、二つも割れてしまいましてね、はい、あそこで修理した覚えございます。じゃあそれはシナ人の時計屋が来て。いや、時計屋はね、中国ではなんか日本人だったと思う。ああ、日本人だ、はい、日本人でいわゆる証拠のたくましいのがおりましてね、ついて回っとんのはおったようですよ。というのはちょっとまあこれは皆さんもびっくりすると思うんですけども、はい、16日に入られて大体まあ1週間というと23日か24日ぐらい、増加としても26日ぐらいですよね。その自分から、はい、ボツボツ中国人、はいはい、を見るようになる、はい、これはどう中国人というのはどういう人たち、商人ですか？やっぱり商人が多かったように思います。それともう一つはその女性はどうだったんですか？その時女性は全然見ません、ね、その時はまだ見ないですね、はいはい、ということはその証拠たくましい品人の商人たちが26日あたりから、まあ、日本軍目当てということで来るわけですか？はい、はい、ついて回っとるわれです ね, ね。それは南京の人なんですか？それとももう、いや南京、それ住人はどこか分かんないですか？存じませんけどな、はい、まああまり遠くはないんだろうと思いますけど、うん、どんなものを、まあ、時計屋さん以外にですね、時計屋とね、へからよう流行ったのはその、写真をね、記念写真をその写真屋が、はあ、撮って、それがその片手間に、はい、いわゆるその残虐な、いわゆるやらせ写真を売っとったんですよ、はい、組でね、お5枚とか10枚とか。やらせ写真っていうのは何か
あの日本兵がそのやっとる、はあ、シナ兵をシナ人をやっとるっていう、あの写真によく、よく出てる、出てる、ああいうのをですね、はい、そのシナ人、シナ人のあの商人の天商人が売ってる、はい、でそれはあのその私の当番で村山っちゅうんですけど、これが皇帝で、あの自由官こんなん皇帝来たって見せたもんで、はい、そんなバカなもんないっちゅう思ってたら恥じなんね、もうやめて捨てよいって私、うんうん、捨てさせた覚えございますけどね。それはあれなんですか、その組で何枚か5枚とか、そうです、そうです、これど